さあ始まりました、 J リーグお決まりチャンネル。今回は私しおるとどろりかやみありぽ、こちらの4人でやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回は5月6日に行われた明治安田生命 J1 リーグ2023シーズン第12節名古屋グランパス VS ガンバ大阪の試合を解説します。解説といっても名古屋ファンの僕を中心に、今回はガンバとの試合ということで、ガンバサポのカヤミーとドロリも含めていつも以上にみんなでワイワイと楽しくできればと思っていますので、皆さんも気軽に楽しんでいただけたらなと思います。まずは両チームのメンバーとフォーメーションを確認しましょう。名古屋のフォーメーションは引き続き 3-4-3、 中2日の連戦ということもありメンバーは4人変更。丸山、長澤、泉、酒井のこれまでもリーグ戦途中交代で出番が多くなっている選手が起用されました。彼らであれば強度を落とすことなく試合を作ることができるという監督からの信頼を感じられる起用かなと思います。ガンバ大阪の方は前節からスタメンを2名変更。まずは右センターバックを三浦から福岡に変更。三浦は開幕から常にスタメンで出場していたので連戦の疲れも考慮しての福岡の起用だったのかと思います。またインサイドハーフには宇佐美に代わって石毛を起用していました。システムの方は前節から 4-1-2-3 ではなく2ボランチにしている 4-2-3-1 を部分的に用いていたようなのですが、名古屋のカウンターを警戒してか今日の試合ではそれがより顕著になっていました。押し込んだ際にダワンが上がりすぎないようにして、ダワンとネタの2枚でセカンドボールを拾うような形になっていました。次にこの試合の流れを振り返ります。ボール保持率が高いガンバとの試合ということで、ガンバがボールを握って名古屋がカウンターを狙う展開が予想されましたが、名古屋が奪っての速い攻撃ではなく、ウィングバックの優位性を生かした幅を使った攻撃を見せるのに対し、ガンバはショートパスをつないでの攻撃ではなく、ジェバリ選手へのフィードや名古屋ウィングバックの背後を狙ったロングパスを使った攻撃を見て、保持率も五分五分といった展開になりました。どちらもセットプレーからチャンスを作りますが決めきることができず、前半37分には名古屋が右サイドを崩して逆サイドでフリーになった森下にクロスを入れるもシュートは枠を捉えられず、0対0で前半を折り返します。後半開始から名古屋が選手交代で内田に変えて永井を、さらに後半12分には酒井、長澤に変えてキャスパーと米本と、休ませていた主力組ともいえるメンバーを投入し勝負に出ます。すると後半22分高い位置で奪い返してからの攻撃でペナルティエリア内に侵入した藤井がグラウンダーのクロス、キャスパーはこれに合わせきることができませんでしたが、こぼれ球を稲垣が止めて先制に成功します。となると名古屋の得意の形、ガンバも選手交代で宇佐美選手や鈴木武蔵選手らを投入しボールを奪いに攻めますが、名古屋が引いて守ってからのキャスパー、長屋のスピードを生かしたカウンターで逆にガンバゴールを脅かします。試合終盤にはマテウスに変えて野上をウィングバックに投入し、さらに守りを固めます。終了間際には枠を捉えたいいミドルシュートを許しましたが、ランゲラックが好セーブを連続して試合終了。嬉しいリーグ戦の久々の無失点、リーグホーム戦久々の勝利となりました。名古屋の得点のシーンについては、アラーノが持った時に完全に周りの動きが止まってしまってるなと感じました。ジェバリ、ネタラビ、ダワンあたりの疲労が溜まってしまっていたなというのと、石毛も初めから頑張って走るからこそ後半途中で息切れを起こすことが多いなと思います。それ自体は仕方ないのですが、交代でそこを活性化させられるメンバーがいないことが今回の名古屋との後半の質の差につながってしまった印象です。あとは名古屋側からすると得点になった藤井のクロスのシーンだったり、あとは前節の劇的同点弾の前の切り返しだったり、マリノス戦でもすごくプレスかけてくる相手をかわして次の選手につないだりする動きなんかを見てると、本当に藤井は相手の動きがよく見えている選手だなと思いました。若い選手だけど本当に落ち着いているというか、技術があるのは当然として、加えて肝が据わっている、そういうところがすごくいいところかなと見てて思いました。藤井はもともと弾力のあるタイプだったかなと思いますが、去年から試合に出るたびに自信もメキメキとつけて成長していった感じかなと思います。やはり若手にとって試合に出るということは非常に大事なんだなと感じさせられた成長で、名古屋にはいい若手の選手他にもいっぱいいますので、彼らもチャンスをつかんで成長してほしいなというふうに思います。ではここからこの試合の注目したポイントについて解説したいなと思います。まずはこの試合の名古屋のプレスについてです。名古屋はこの試合センターフォワードに酒井をスタメン起用しましたが、その酒井はガンバのアンカーネタラビ選手をかなり意識したいように思います。後半途中に酒井が退いてセンターフォワードがキャスパーになってもこのコースを消す意識は持っていたので、これは酒井の個人戦術的なレベルではなくチーム全体として意識していた部分かなと思います。やはり酒井はもともといろんなポジションをやっていたこともあって、
ここのコースを消すのも非常にうまく、ビルドアップにネタラビ選手を関与させないことでガンバのパスワークのテンポや精度が下がり、名古屋がプレスのスイッチを入れてゴールキーパーに蹴らせる回数も多くなり、そこで回収してガンバに攻撃をさせず、もう一度自分たちのターンにすることもできていたことがボール保持率を見ても五分に近かった理由かなと思います。ですがネタラビ選手を封じることはできていましたが、代わりというわけではないのでしょうが、福岡選手が自分で運んだりしながらくさびの縦パスや逆サイドのフィードを通してガンバの攻撃の形を作っていて、名古屋としてはここにあまり制限をかけられなかったのが前半途中からガンバの保持の時間が増えた要因かなと思います。このガンバも福岡はすごい良かったかなと見てて思ってて、ちょっと肝心の守備面のところがところどころ課題があって、完全なレギュラーっていうわけではないのかもしれないけれど、持ち運びだったりこの展開する時のパススピードだったりすごく現代的というか、まあ、攻撃面ではすごい持ち味を出していたのかなと思いました。うん、ハリボーの言うように普段出てる三浦とは違う福岡の良さが分かりやすく出てた試合だったかなと思います。急にスタートから出てあそこまで自分の良さを発揮できるのはすごいなと思いました。そうですね、名古屋的にはいつもの三浦選手じゃなくて福岡選手を起用してきて、それであのパフォーマンスだったのは少し誤算だったのではないかなと感じました。それぐらい福岡選手のところにはあまりプレスをかけることができずに自由にやらせてしまうシーンも多かったかなと思います。あとガンバの攻撃面でいうと、今回は 4-2-3-1 気味だったこともあって前線に人数をかけていなかったためにジェバリが孤立していたのが少し厳しかったかなと思います。彼はボールが来たらワンタッチ、ツータッチで叩くのが上手なプレイヤーなので、いい距離感で受けられる人が欲しいのですが、今回はそこが少なめになってしまった印象です。ウイングが中に寄っていってサイドバックを上げるようにするのかなど、押し込んだ時のポジションや崩しの整備はまだまだ必要だなと感じる試合でしたし、それができると前半から相手をもっと疲れさせることができて、セレッソ戦の後半のような最後の攻撃にもつながるかなと感じました。次に名古屋の幅を使った攻撃が特に前半ハマっていた理由について考えたいなと思います。ガンバのプレスはインサイドハーフの石毛選手がセンターバックにプレスにかけに来て、両ウィングは低めの位置になる 4-4-2 でのプレスの形に近かったかなと思います。この形ですとウィングバックの位置には人が配置されていないので、名古屋はそこの優位性を生かしてフィールドアップではウィングバックに一旦つけてからの展開、そして逆サイドへのフィードといった幅を使った攻撃ができていました。このウィングバックのところにガンバのサイドバックの選手が遅れてプレスに来ると、その空いたスペースにトップ下のマテウスだったりがランニングしたり、ウィングバックの平行に近いパスコースになったりして、ガンバのセンターバックはこの対応に手を焼いていて厳しくマークをすることはできていなかったことが名古屋の攻撃がうまくいっていた要因かなと感じました。またガンバが前線からプレスをかけてサイドバックもウィングバックに厳しくマークをした際には、センターバックからのフィードに前線の酒井などがディフェンスラインの背後を狙うランニングで抜け出すなど、状況に合わせた選択ができていたことが非常に良かったかなと思います。前半の大きなチャンスになった37分の森下のシュートシーンは右サイドで人数をかけて崩してからの逆サイドでのフィニッシュでしたし、34分に内田がフリーでシュートを放ったシーンも、これは残念ながら結果的にオフサイドにはなりましたが、丸山のフィードでガンバのプレスをひっくり返しての攻撃でした。このように名古屋の攻撃は奪ってからの速いカウンターだけではなくプラン B ともいえる攻撃を持っていることが今の好調につながっているのではないかなと感じています。ということで今回は J1 リーグ2023第10節名古屋グランパス PS ガンバ大阪の試合を解説しました。ここしばらく失点が重なって引き分けが続いていたので、リーグ戦で無失点に抑えて勝利できたことは非常に大きいのかなと思います。さてグランパス次の試合は5月14日日曜日、鹿島アントラーズとのリーグ戦アウェーゲームとなります。 J リーグ30周年を記念しての国立で行われるこの試合、序盤苦しんだ鹿島もここに来て復調しており、球際のバトルの激しい見応えのある試合になるのではないかなと予想されます。名古屋主催のこういった記念試合はあまりいい思い出はないのですが、今回はアウェー側なので安心ですかね。こちらの試合も後日解説予定となっています。今回の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録高評価をしていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。またこのチャンネルではガンバ大阪横浜 F マリノスの動画もアップしています。そちらもぜひぜひご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。バイバーイ。バイバーイ。